ザブース、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。今ですね、僕はアンマーガアルペンという大体標高1000メートルぐらいの、ね、場所にいるんですが、これまで皆さんにヨイシュバンシュタイン城とヘレンキムゼー城を、紹介してきたんですが、どちらも、未完成の城、ただ唯一完成しているお城があって、それがリンダーホーフ城なんですね。あ、太陽が出てきた。ということで今日は皆さんにそのリンダーホーフ城を、紹介しようと思いますので、早速ね、行ってみましょう。奥にはね、そのルートヴィヒ2世の像がね、見えると思います。この辺りは、売店とかね、ちょっとインビスがあって、まず皆さん自分で購入したチケットを予約したのはここで引き換え、もしくは当日券がね、ここで買うことができます。そして、大体ここから、入り口の辺りから大体お城まで、徒歩でね、10分ぐらいに、なります。リンダーホフということなんですけど、ちょうど、今目の前に池、そして川のせせらぎの音が聞こえると思うんですが、ここにはリンダーっていうね、川が流れているんですよね。そしてこのリンダーの川沿いに木ですね、あったホーフっていうのは酪農小屋っていうことなので、酪農小屋がリンダーホフ、リンダー川沿いにあったという意味なんですよね。その後、ここはビッテルスバッハ家のルートヴィヒデア・バイアンという、初めてビッテルスバッハで皇帝に、なった方が治めていた場所なんですよね。そして1803年よりか、よりここはその王家の狩猟地として使われるようになったということで、ちょうど僕の今左手のところに木造の家が見えると思うんですが、これがその狩猟の館として建てられたんですよね。もともとはこの場所にあったのではなくて、リンダーホフがあったところにあったのを移動したってことなんですよね。ルートヴィヒ2世もこの城の館で幼少期は休暇などを過ごしていたということで、反対側には美しいドイツアルプスが見えます。そしてルートヴィヒ2世は、自分の祖先であるルートヴィヒではバイアン、そしてもう2人のルートヴィヒ、フランス語ではルイなので、成人のルイ9世、そしてやっぱり出てきたルイ14世を称えるために、3人のルイのための、記念神殿を建てるということを計画した。それがリンダーフだったんですよね。なので彼のための住居ではないんですよね。もともとここにそのベルサイユ宮殿をのようなものを建てたかったんですが、ここが谷間なので十分な敷地がないということで、別の計画草案が採用されて、ヘレンキムゼという形でそのベルサイユ宮殿は今別の場所にあります。そしてですね、1874年から1878年にかけて作られたのが奥に見えるリンダーホーフ城になります。新独コネ様式と言われているんですが、そしてこの目の前に見える花と春の女神フローラの噴水が30メートルぐらいも深くしぶき、わーすごい上げています。30分に1回ほど引き上がるということで、この美しい景色をルートヴィヒ2世はいい場所で見たいということで、ちょうどこの目の前に見える樹齢300年の菩提樹の上まではしごで登って、そしてその上に木の板を張ってたまに食事をしていたということなんですよね。この庭園はもともとベルサイユ宮殿のような庭園にしたいということだったんですが、こういったアルプスの自然とこうして丘にこれも自然の丘になってるんですけど、マッチしないといけないということで、ルネサンス様式の美しい、階段を持つ庭園になっています。折り返すような階段になっていて、ローマのミケランジェロが設計したカピトリーニの部分に階段に似ていますよね。そして2階の方には
また一つ面白いというかですね、興味深い胸像があるんですが、これ誰だかね、分かりますか？まあ、ルートヴィヒ2世がまた崇敬していた、まあ、フランスじゃないですね、オーストリアかの妃ということで、マリー・アントワネットなんですよね。ルートヴィヒ2世はマリー・アントワネットも、まあ、好んでいた。まあ、そして3階にはまあ古代風の神殿がねあって、その下にはヴィーナス像があります。まあ、これもベルサイユ宮殿 の、 あのプチトリアノンのね、愛の殿堂をね見本にしたということで、まあこの辺りでもまたそのマリー・アントワネットにね対するまあルートヴィヒ2世のね崇敬を見ることができます。そしてこの一番上のねテラスからが素敵なね景色をね見ることができます。まあ、そしてですね、まあ、ルートヴィヒ2世が、まあ、1年の、ね、約4分の1、まあ、合計950日も住んだと、ね、言われているのがこのリンダーホーフ城になります。本当に、ね、小さい宮殿、お城12年ほどしかないんですよね。大西洋アトランティックの語源になった、まあ、アトラスが、ね、地球を支えていて、そして2体の翼を持つ名声の神ファーマ、そして真ん中には勝利の女神ビクトリアが月桂樹を、ね、持っています。まあ、壁のくぼむニーシェのところには教育とか軍人とか、まあ、法律とか生産といったものを、ね、表しています。まあ、残念ながら、ね、これも中は、ね、皆さんにお見せしたいんですが、貸し切り、ね、しないとお見せできないということなので、ぜひ、ね、皆さんご自身で見ていただきたいんですが、3つの城の中で最 も、 もうきらびやか豪奢、もう本当に目がくらむような、ね、お城になります。まあ、ちょっとお城の見学後また皆さんに別の、ね、場所をご案内いたします。まあ、ちょっとね残念ながらリンダーホーフ城の中はねお見せできなかったんですが、リンダーホーフは他にもね様々な建物があるんですよね。散策もすごくいいんですけど、目の前にこちら見えるのがまずマロッカーニッシュサウス、モロッコ風の宮殿ということでね、1873年にウィーンの万国博覧会で、まあ、展示されていたものをその後パリで購入して、わざわざ解体してここでまた組み立てたってことなんですよね。美しいこういうねモロッコの風のこういうタイル張り床とか、この天井もここにね輝いています。まあ、奥の中までは残念ながらね行けないんですけど、あの美しいランプがね印象的ですよね。今度はですね、また別の建物の方にね行ってみましょう。まあ、そして次の建物がこの目の前に見えるマウリッシャーキオスクですよね。またムーア風のキオスクということで、またドイツにこういうね中東系の建物宮殿がね見えてきましたが、これは1867年にパリの万国博覧会で、まあ、展示された宮殿ということで、もともとは、まあ、チェコの大富豪が購入したんですが破産に、ね、あってしまったので、その後、まあ、ルートヴィヒ2世がまた購入してここに持ってきて、で、まあ、彼なりに内部内装をね
変えたということで、この建物はねとてもすごい興味深いので、ちょっとね見てみましょう、ね、中に入ってきました。すごいですよね、この美しい色ガラスに真ん中にはちょっとね反射して見にくいんですけど、大理石の不正のね噴水があったり、青と白の金のモザイクタイルがあるということです。そして興味深いのが奥にですね、クジャクの玉座みたいなのが見えますか。これディズニーに映画にね詳しい方見たことあると思うんですが、どうですか、あの映画白雪姫の女王魔女の玉座とほぼ同じ、似ている、ここからインスピレーションをね受けたと言われています。上にも美しいシャンデリアがね飾られています。ということでね、リンダーホフ城いかがでしたでしょうか。まあ、ここはねすごく交通の便のが悪いので、ミュンヘン発のツアーだとねすごく便利なんですけど、基本的にお城の、ね、中だけ見てパッとも終わってしまうんですよね。まあ、公共交通機関でも行けるので、ゆっくり 見たい方は、1日自分でバスと電車乗り継いで、ね、行くことができます。まあ、残念ながら、ね、お城なんかご案内できなかったんですが、まあ、いつか貸し切りにして、ね、内部ゆっくりまたご案内できればと思います。また次回の、ね、動画でお会いしましょう。チュース。